こんにちは、黒戸和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの名曲ミスティですね、これの、よくある語訳3つですね。まず Walk my way、 これは自分が歩くわけではない。2番目は、Leading me on は私をリードしてくれるっていう意味ではない。My hat from glove っていうのはグローブの中から帽子が出てきたわけではないということですね。この辺僕もよく勘違いしてたんですけど、こういった、3つの語訳も含めて歌詞全部の内容と、ミスティができた、背景などもお話ししています。ぜひ本編動画をご覧ください。こんにちは、黒戸和義です。ボーカルの深尾太鼓さんです。よろしくお願いします。今回はイロールガーナエロールガーナやで、日本語はイロールガーナやな、カタカナですよ、見たことない、うん、ジョニー・バークさんのミスティということ、1950年曲ができてるけど、歌詞ができたのだいぶ後。歌詞ができたのはね、あの、その年の年末って書いてるのもあるし、翌年って書いてるのもある。うん、なんせ曲をそのエロル・ガーナーさん自体が飛行機乗ってる間に、ちょっとサンフランシスコからシカゴを向かってるみたいな、よく書いて、うん、で、あの雷がわーってなって、雲がわーってなってて、その外に窓から見たらすごい霧がわーってなってて、そこに虹とかちょっと光ってても、すごいなんか幻想的な世界で曲を思いついて、うん、でもこう頭に脳裏に浮かぶ あるそのピアノで曲を組み立てて書いて、でもなんかちょっとおかしくなってる人みたいになってて、もうフライトアテンダントとか周りの人に呼ばれるぐらいやったらしくて、で飛行機降りて慌てて家帰ってピアノ弾いて、で彼自身は自分が譜面書けなかったから、それを取って誰かに譜面に落としてもらったのがミスティで、それが1954年やって書いてるのね。ああ、それが54年ね、うん、55年の彼自身のアルバムにレコーディングしてて、それをみんな聞いて、わあもうめっちゃいい曲やと思って、うん、でそれをあの聞いてた。でもアルバム聞いたんじゃなくて、エロールガーナーのその弾いてるのを聞いたのかな、そのピアニストさんっていう人が、ジョニー・バークとお友達で、うんうん、ジョニー・バークっていうのは作詞からすごい有名、うんうん、これに歌詞書いてや、書いてやって言って、でもちょっと嫌やなって思ってたんやけど、もうあまりにもしつこいから、うん、分かった、もう書くわってなって、うん、数時間で書き上げたと言われる、うん、なのでその最初に曲自身がもうミスティっていう名前で有名になったところに歌詞をつけなあかんから、ミスティっていう曲に仕上げなあかん使命があったわけで、作詞者としては。そうだね。ああ、そうか。先に題名決まってるから。そう。で、それをミスティをどういう曲にするかはもう作詞家次第。うん、その大好き用の曲にしてもいいし、悲しい曲にしてもいいし。うん、ここでミスティっていうのをこう恋のそのなんかモヤモヤ的な、もう紐解いていくけど、こういう歌詞に仕上がったってこと、ね。ああ、なるほどね。なんかそういうこう、書いてや書いてやって言われるのもあんねんな、やっぱりね。あるらしい。直の曲めっちゃいい曲やし、しかもそのジョニー・マティスっていうそのシンガーの人がいて、うん、それをエロール・ガーナがどっかのクラブで弾いてるのを聞いて、うん、いい曲やなと思って、これ、この曲に歌詞がついたら、僕、今度レコーディングすることがあったら、レコーディングしようかなっていう話をしてて、こんなことは忘れてるやろなと思ってた頃の1959年の本当レコーディングセッションで、その日にレコーディングする曲リストにはなかったんだけど、結果的にそのミスティ、あと1曲みたいな時にミスティが上がってきて、でしかもその時には歌詞があって、で、レコーディングすることになったら、それがもう大ヒットになって、しかもそれがあのミスティの一番最初のボーカルレコーディング。ミスティはあれやもんね、ジョニー・マティスで有名やもんな、確かにね。じゃあ歌詞を見ていきましょう。はい、でさ、ピアノがタララって来たんや、うんうん。それに歌詞をつけなあかんと。うん、で、ジョニー・バークさんが、Look at me ってしたわけやんか。な、まあ有名やね、Look at me、うん。Look at me な。私 C で歌うから。このメジャーセブンスに来るわけやな。うんうん、Look at me, I'm as helpless. うん、helpless. どうしようもないっていうか、もうあの、困っちゃってる。As a kitten up a tree.、うん、あ、これもね、この曲以外では聞かないけど、すごい表現だよね。この木の上に登っちゃって降りられない猫ちゃん。うんうんうん、みたいに困ってんだよね、私っていう。はいはいはい。
look at me と treat で韻を踏ました。あ、me と treat。treat、そうそうそう。うん、で、しかももうここからすでにミスティに入ってるわけ。このゴリも。迷子になってるっていうイメージがってことね。そう、その昨日、もうあの、どうしようもない、自分では救われないっていうか、自分どうしようもない迷路に入っちゃったというか、木の上で困ってる猫っていうか、助けが必要っていうか、うん、それがもうすでにミスティの世界観に入っている。まあすごいね。もうめちゃくちゃキャッチ力すごいよね。そうやね。一番最初からもうミスティに徹してるよね。うん。そんでもって次が、I feel like I'm clinging to a cloud.、うん、まあ、あのジョニー・バークもそのエロルガナがその雲を見ながら描いたっていうのは聞いたんやろね、うん、じゃあそういうのも入れて、でも雲にしがみついているっていう時点でも不安定、うん、クレンギングっていうのはしがみつくっていう意味だよね。そう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 、なんかこうギュッて捕まってるみたいな、しがみついて雲にしがみつくってすごい不安定とか、うん、なんか元も子もない、うん、まあ、掴むものじゃない、そもそも、うん、日本語でもね、雲を掴むっていう言葉があるね。そうそう、うん、っていうような不安定感を最初の2行でもすでに思いっきり出してると、うん、心の不安定な、すごいですね、さすが。 I can't understand、 まあ、理解できないってことやな。で、何が理解できないかというと、うん、I get misty、うん、justholding your hand、 あなたのお手手を持つだけで、うん、私はミスティーになると、うん、このミスティーってどういう意味、うん、ミスティーってでも霧の中におるっていうなんかイメージやけど、そういう風じゃないの？これがね、いろいろあってね。ミスティーって要するにその霧の霧やんか、だから霧みたいミスティー、だから空気がミスティーやったらすごい霧っぽいし、うんうん、ミスティやったらちょっと煙ってるし、うん、これはあの気持ちというか自分の心のステータスがミスティ、うん、それって普通言うみたいな、あ、てかあの日常会話で、oh, I feel so misty とかさ、Today I'm misty みたいなことあんまり聞いたことはない、ミスティっていう言葉でこれをあの愛の歌として表現するにあたり、うん、その私もこう自分なりの解釈っていうのがみんなあってさ、であとはその曲の他の部分を読んでこのミスティという言葉を理解するっていう、そういうことになるわけや、ね、うん、であのその心がさ、こううっとりしたりしっとりしたり、もしくは霧の中で分かんなくなったり迷って不安になったりとか、そういうあらゆるそういうあの、まあ、はっきりしない感じ、うん、まあでもぼやっとしてるイメージなんね、うん、そうもやっとしてるんだよ、うん、で、このもやっとしてて不安定だけどちょっと嬉しいみたいな、あはあ、はあ、嫌ではない感じ、嫌ではない感じ、嫌ではないのはミスティっていう言葉の中にこうなんとなくある感じだ、そうそう、嬉しいには違いない、ああ嬉しいんや、もうあのビューティフルラブとほんま一緒でミステリーの中にいる私嬉しいみたいな、でただというふうに思って理解してきたのね、今までもね、うん、この歌詞を全体を最後まで読んでもそうだと思ったし、うん、でもお友達に、いやでもちょっとこれ訳すビデオを撮る前にアメリカ人の人に聞いてみようと思って、うん、でこの前京都にニューヨークのサックスの友達が来てたから、うん、でこのミスティちょっと歌ってみて、でさ、うん、どういう意味かなって聞いたら、あのね、お目目が曇るあれだよって言って、あの涙目になるあれあれとか言って、okay、でそこで同じバンドにいたドラムのリーダーの人のカナダ人の人もさ、あのミスティっていうのはね、目が曇るあれのことだよって言うんだよ、なんかうるっときてる、なんかこう、そうそう、うん、で確かにミスティアイドっていう言葉はあんねんな、うん、My eyes are so misty みたいなのもあるし、うん、目っていう風ななんかあののが文章のどっかに入ってたらさ、確実に目がうるうるする、うん、目がそう煙ってるみたいに、煙ね、あの霧みたいにちょっと見えにくいとか、うん、なんけど、アイズとかミスティアイドっていう言葉にならない限りミスティだけ聞いたらこう目とってあんまりこうさ、いきなりはつながってない、ね、リンクせんよね普通はね、うん、でただその
器楽奏者の人たち、楽器の人たちは歌詞全部っておそらく読んでないやんか。うん、でミスティとタイトルだけを見て印象を持ってるから、あ、だから楽器の人はそういう印象でいいねんなっていう感じのは分かってん。そこで。で、でもちょっともう一回裏を取ってみようと思って、歌詞のことをよく考えてる私のニューヨークのピアニストの友達に聞いてみたわけ。そしたらやっぱりその人は、いや、これはね、その恋に落ちて不安定で迷っている心の心境を表してるって、その人はやっぱり言うわけね。だからやっぱりそういう感じやねんな。だから思いが曇っているっていう歌ではないのね、みたいな。感じはした。ただその目がうるってくるっていうぐらいに心が不安定っていうふうに理解はできるから、いずれにしても愛の歌には違いないし。まあ、要はこの、ここが説明してる感じで、要は気に折れなくて、こう、雲に4月についてるみたいで不安定やけど、ただ、なんとなくイメージ的には、こう、嬉しい感じがあってから、うっとりって訳したってことね。そうなんで、これがほんまに涙が出そうやったらさ、もう気軽に降りられない猫の不安さとかさ、うん、雲にしがみついてて、もう泣きそうみたいな、うん、それはまた全然違う話になってきちゃう。うん、でも泣きそうではなくて、こう、うるっと嬉しい感じ。うるっと嬉しい感じ。それがこう、濡れるくらい、ちょっと嬉しい感じ。その辺は、ああ、なるほど。うん、私はその雰囲気の全部です、表す言葉として、こう、うっとり感を出すのが一番、自分の中でしっくりくる。なるほど。なんとなく俺はこう、略してたらミスティやから、困ってるみたいな、まあでも困ってんねやろ。ああ、そうそうそう。困ってるけど、なんかその、ちょっとこう、ドキドキしてるみたいなのも含まれてる感じなのね、きっとね。うん、それも合ってると思う。その辺はちょっと、その、俺は日本人やと、このミスティでは、なんかこう、もう、私のことどうしてくれんの、あんた、みたいな感じかな。に見えるな。そうやな、うん、おっと、そうやな、ポジティブなと、ネガティブなのこう、どっちか。うん、どうやってフレンドに入る、こうその、目がもうろうろするぐらい、こうやってて不安っていうのに倒れるミスティかもしれない。うん、そうね。いや難しいな。これはでも、なるほど。そういう、まあ大体はわかるけど、この微妙なニュアンスやね、ここね。そうやね、微妙やね。だここはもう訳しきれへんから、うん、ミスティに感じるって日本語で書いちゃったらそれまでのことやけど。じゃあまあとりあえずそのうっとりすると、まあ、タエちゃんは訳してくれたけど、まあ多くの人がそういうこう困ってるけどちょっと嬉しい感じがあるみたいな。そう、うん、はい、じゃあ Walk my way、うん、あなたがこっちに来る感じね。そう、Walk my、こう自分が自分の道をこう行くんではなくて、あなたが私の道のところに歩いてくるってこと。こっちの方に、こっちのダイレクションに来るって感じ。こっちの方に来るとき、Are you coming my way? みたいな、こっちの、うん、私の家寄ってくれの、うん、みたいな感じ。本当に my way っていうのは道のこと言ってんじゃなくて、こっちの方角みたいな。おお、あ、なるほど。方角ってことなんよね、my way がね。いや、I'll come to your way みたいなやったら、うん、そっちの方行くからみたいな。うん、寄ってくからみたいな。あ、これ逆で考えてる人多いよね、きっとね。私が、ね、my way やからさ。あのマイウェイを思い浮かべる。あの曲ってこう自分の道をただ行くだけみたいなイメージがあるから、自分が歩いていくっていう感覚を取りがちやよね、ウォークマイウェイっていうと。うん、そうか、そうやね。うん。だからこう、これはだから主語が、彼が歩いてこっち私の方に歩いてきてくれるとってことなのね。だ呼びかけってか、look at me と一緒やな。うんうん。Walk my way. でもこれは、うん、こっち来てって言えれば、まあ、あなたはこっち来るとっていう感じ。うん、そしたら、うん、And a thousand violins begin to play. ほんまに千ってめっちゃいっぱい。千って、そうないよな。普通、オーケーでも50ぐらいから。オーケー20個分や。広い。が、奏で始める感じ。うん、奏で始める。うん、響き始めるってなってるね。うん。ほんで、うん、いや、それは、ひょっとして、ひょっとして、うん。ハローっていう音なのかも。ああ、あなたのハローっていう声と聞き間違えたってことやな。そうそう。バイオリン
千のバイオリンよと思って聞こえたらハローって言ってるだけやったんで。ああ、って言ってるだけだった。まあそれぐらい、それぐらい、まあミスティやでっていう話っていう部分が、もう声だけでももう、もう聞き包まれる。うん、もう参りましたみたいな感じ。うん、まあ、ザットミュージカルヒア、もう、違う、もうこれあなたの声のことかな、このミュージカルヒア。まあ、まるで音楽みたいやねっていうことでな。まあ、直訳すると、The Music I Hear、それは私が聴いた音楽ってことやから。That Music I Hear、うん、そうね。あの音、私が聴いてるあの音楽。うん。っていうのが、Your Hello とイコールやな。うん。Hello、まだ彼は Hello って言っただけやけど、彼女の頭の中では、バイオリンが鳴ったり、なんか、あちゃうちゃうちゃう Hello って言ってるかもしれない。でも、これは音楽やと聴いてるというぐらい、まあ、あまあ、でも、恋愛するとそういう時あるよね。なんか。Oh, and when I hear you call so softly to me, and I don't hear a call at all,、うん、I hear Rhapsody と一緒に。うん、I hear Rhapsody、うん。When I hear 声聞いただけでも Rhapsody が聞こえるみたい。で、I get misty。また同じ、ちょっとこう、なんていうの、うっとりした状態。ぼんやりって書くとさ、わからんやん、やっぱり。うん、あなたがそばにいる瞬間は、まあ、こう、 うっとりしてしまいますよってことね。もうすぐ来るとすぐうっとりしちゃう。もう、うん、もう参りましたって感じ。あ、まあ、困った状態になってると。で、わからんくなんね。うん。Can't you see that you're leading me on? これは、lead me on もちょっとだけ、まあ、語訳が多いセクションやねんけど。この lead me on ね。うん。私のことをこう、リードしてくれる。うんうん、に受け取りがちやねんけど、そうじゃなくて、うん、誘ってるとか誘惑してるとか、そういう、こうロマンチックなことに使われることが多い。そう、誘ってるんって分かってるみたいな。分かってないひょっとしてみたいな。あんたヘローって言ったら、うち頭の中でバイオリンになったんやでと。そうそうそう。それはあんた誘ってるってことでしょ。それはあんた分かってんのみたいな。そうそう、君のすごいねんけど、うん、分かってるみたいな。あなたは誘導してるから私こついてってんねんけどみたいな。あなたが、誘ってるからちょっとまあついてってるけどみたいな。まさにその表現が後で出てくるけどね。うん、Can't you see that you're leading me on? And that's just what I want you to do. これは、うん、私困ってるっていう1行目のニュアンスが出てるのに、うん、でも2行目でそれを、いや、でもね、それ、そうしてほしい、そのままでみたいな、うん、その I want you to あなたにしてほしい、それがまさに私があなたにしてほしいことなのよってことやもんな。そうなんです、もうそっか、そのままでいいのよ。うん、誘ってんの分かってるの、そのまま誘い続けてちょうだいってことね。そうそうそう、やめとって。ほんで Don't you notice how、うん、hopelessly I'm lost、うん、この人はヘルプレスやしホープレスやし、もう大変よ。うんうんうん、どうしようもなく困っているね。うんうん、困ってる、だから困ってるのかっていう役にしてもいいのかな、どうやろう。でもそうしたら本当に困ってる人になっちゃう。うんうん、これでも、ね、Don't you notice ってことは、あなたこれも分かってるっていう、あなた分かってないのっていう。Don't you notice?、うん、Can't you see? と一緒で、Don't you notice? ね、分かってないの、うん、How hopelessly I'm lost. どんだけ、うん、もう訳わからんと道迷ってるか。うんうんうん。どんなに道迷ってるか気づいてないのって一応言ってんねやな、でも。うん、まあもうもうその自分の、もう訳わからんとなってると。うんうん、でもこの、That's why、それが理由ですよ。I'm、うん、まああなたについていく理由は、道にあなたが誘って、まあなんちゃらかんちゃらして、とりあえずあなたがホープレスで、もうね、道に迷ってしまってどうしようもなくしてるんやけど、分かってんのかいな、でもまあ私がついていくのはまあだからよっていうことやんな。だからまあ女の人の定番な、要はこう、いやついてったのはあなたが誘ったからよって言いたいっていう。そうね、そう、あなたのせいにしてるけど、まあ自分やねんけど、でもあなたのせいにしてでついてってんのは結局嬉しい。困ってるけど結局嬉しい。That's、うん、だってさ、I want you to do って言い切ってる、うん。そうよね、言い切ってるもんね、ここでね。そのままもそのままでいいよ。だから結局はやっぱ嬉しいんだよ。嬉しいやんな。困ってて、本当に困ってんじゃなくて嬉しい。うん、
うん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 、困った状態を楽しんでいるよね。ね。まあ、いや、ジョニー・バークさんはもう女心分かりまくりって感じだな。お前、お一人きりでね、自分自身で。うん。Would I wonder? ここ、wonder、wonder やだけど、W-A-N-D-E-R。wonder、うん、はこう、さまよい歩くの wonder。Would I wander through this wonderland alone?、うんWonderland は不思議の国、不思議の世界、うん。この不思議の世界は一人ぼっちで私で歩き続けるのかしら。うんうん、このワンダーは韻を踏んでるっていうイメージではないの。ワンダー。一応ちょっと軽く踏む。韻を踏んでるというか、まあ、言葉遊び的に言ってる。言葉遊び的にね。うん、だ微妙に発音違う。聞いてくれる本音な、うん、YouTube でも調べてみたわけ。うん、私の先生も何年か前にこうミスティを教えてもらったときに、このワンダー、最初のワンダーっていうのと、ワンダーランドの中にあるワンダーは発音違うと言うてはって、でそれを教えてもらってて、YouTube でも見て、でうちの娘、うん、なアメリカ人のな、ハーフのな、うんうん、聞いてみて、これって違うのみたいな言ったら、うん、確かに違うな、みたいなことを言ってて。うんうんうん、認識してたんやけど、うん、うち の, アメリカ人のニューヨーク生まれの夫に聞いたら、うん、ワンダー、ワンダー、あ、一緒やでって言って、一緒やでって言ってくれたぐらい、うん、一緒でも困らない。それでも困らん。うん、いやだけど、ジャズシンガーの人は知っといて損はない。まあ、まあ、違うっていうのは知っとかなきゃいかんけど、ってことね。でも、発音は違うけど、その、あえて言葉遊びとして似たような言葉使ってるってことやね。そう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 、うん、そう、同じような方当ててきてね、ワンダー、そのちょっとワンダーのがちょっと暗いんだよね、ちょっと詳しくてワンダー、Would I walk through this wonderland alone? 一人でこれこの世界歩くのかなみたいな。ワンダーランドを一人でずっと、まあこれワンダー、これね、さまよい歩くっていう、さまよい歩くか、さまよい歩く、その中をってことね、するこの一人でさす、さまよい歩くのかしらみたいな感じね。はい、うん、never knowing my right foot from my left. The Wonderland を歩くときにさ、うん、右足左足をちょっと分かんないぐらい。ああ、どっちから先出たらいいか分からんっていうんじゃなくて、もう右の足も左の足も分かんなくなっててっていうぐらいもう困っちゃってるの。困っちゃってる。ホープレスで、ホープレスで困って、うん、で、これなんかもう右足も左足も分かんないみたいな、これはイディオムとしてあるらしい。ああ、なるほど。ちなみにそのイディオム言うときは、He doesn't know his left foot from his、うん、right みたいな、うん、どこから始まるのかなんかよく分からしいんだけど、うん、なんせ、Never knowing my right foot from my left って言って、うん、その時、My hat from my glove、うん、腰と手袋も区別がつかないぐらい。ほうほう。グローブの中からこれは普通の人やったらね、日本人やったらさ、グローブの中から帽子出てきたっていう風に感じるんじゃん。ああ、フロムだからか。いや、うん、これは Never knowing my right foot from my left のこのフロムと一緒 で、うんうん、でつまり2行や短くしてあるけど、ここ全部言うと Never knowing my right foot from my left で、その次の行がNever knowing my hat from my glove なわけ。そうか、上のやつに当てはめるってことね。だからこれやとわかるもんね。右足も左足も、これもイディオムやもんね。Knowing なんとか from ってやつが。それこのこれはだから同じ Never knowing my hat from my glove。そう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 。このグローブはさ、ラブとイン踏んでるよ。多分。このグラブっていう言葉を使いたかったわけよ。うんうんうん、なんでかっていうと、最後をラブにしたかったの、ジョニー・バラと。なるほど。Too much in love で終わりたかったと思うね。うん、で、ラブによく韻を踏まれるので、例えば、ハト、ダーフ、D-O-V-E とかあるけど、うん、グラブを使いたかったと思うの。で、そのグラブをどうやって使おうと思ったときに、At my hat from my glove っていうのを当ててきて、うん、その前に、うん、Knowing my right foot from my left、うん、右足も左足も分かんない、うん、帽子も手袋も分かんない、
っていうので、で I'm too misty, I'm too much in love で全部をまとめ上げたわけ。ああ、なるほど。だから帽子と、あ、帽子手袋は愛とは直接関係ないけど、でもここでどうしてもこのグラブでこう使いたいなっていうのがあったやんな。うん、グラブとね、ラブをやってるのはこれ、これです。あ、This time I look at you, I'm limp as a glove。 44年ってことは、この前やんな。でもそうやね、先にこっちがあって、この表現を使いたかったよね、きっと。彼の中のなんかお気に入りの表現なんちゃう？まあでもよくある。うん。よくある。Glove, Dove, Love、うん、なんとか Of みたいな。今はさ、もうさ、インターネットにさ、Love Rhyme とか入れてさ、みんなわーって、うん、ペンにあのインフム言葉出てくるから。うん。どっちかっていうと、そこに出てこない言葉を探すの方に躍起になる、みんな。なるほど、なるほど。今まで誰も考えてない意味を考える。うん、そうね、なんか glove, my head from my glove,、うん、I'm too misty and too much in love やな。うん。ってなったから、帽子と手袋の見分けもつかへんし、なって、帽子もわからへんし、うん。こんなしながらワンダーランドをうろうろして、愛になんかもう恋しすぎて、あなたに恋しすぎてわけわからんくなってるけど、そのままでいいの、もうそのままでお願い、そのままでいい、うん、よろしくって感じ。まあ愛の歌って感じやね。でもね、このミスティっていうタイトルだけよ、これをもらった時、曲と。そうね、お題が大喜利やんな、こんなこれでこんだけのこと作るんやからすごいよね。そうね、そうね、ドラララリンとか、そういうのに当ててくんねんな、すごい、ね、な。いやだから元からあった曲になんかこうね、当てはめなきゃいけないから。まあでも作詞家ってみんなそういうの、まあ当たり前やけど、みんなうまいよね、やっぱり。そうまいよね。で、ただそのブロードウェイのちゃんの曲とかやったらさ、うんうん、ストーリーラインがあって、うんうん、そこに当ててくるためのまあ、情景がすでにあったり、バックグラウンドがあって曲を作るのと違って、ミスティっていうので構築するの、うん、ね、しかも数時間で書き上げる、まま、すごいね、やっぱり才能やな。あ、しっかり理解して歌っていただけるとより心がこもるんではないかなと思います。というわけで本日は以上になります。F川太子さんでした。ありがとうございます。はい、黒田でした。ありがとうございます。